まさに青天の霹靂であった。アレスの裏切りにより異界の創造主ゼウスは撃たれた。そして突如現れた神オーディンが全世界の支配を宣言する。ゼウスとの和解により乱は収束に向かう。人間のそんな目論みは一瞬で吹き飛んでしまった。オーディンは圧倒的な力を持って人間の前に立ちはだかる。ゼウスとの死闘で力を使い果たした連合軍にもはや抗う術はない。彼らに残された道は撤退のみであった。アースガルズの奴らあっという間にわしらを取り囲んじまった。少しでも味方を助けながら進まんと。ええ、幸いオーディンは状況を静観しています。急げばなんとかなるかもしれません。強大な力があるからこその余裕か。何を考えているか全くわからんな。奴の動向には十分に注意しなければ。オーディン、ついに姿を現したか。あのままの力、回収。ヤツやアレスに今挑むのは無謀だ。各地の味方を援護しつつ、脱出戦に誘導しよう。秀吉、皆を無事に逃がすために力を貸せ。オーディンと対抗するべく、アテナも守ってほしい。お安い御用だ。美人は守っちゃれ。なんて、おちゃらけ取る場合じゃねえわ。俺の番だな。私こそ全ての世を滑る存在よ。全てっちゅうことはこの世界も戦界もわしらの住む人間界もが。そう、そのための手段がここにある。邪魔をするなら消してくれよ。世話かけて悪いな。敵の勢いが半端なくてよ。ここで命は捨てられぬ。味方と共に引くとしよう。行かれるな。油断は敵ぞ。助かったぜ。ゼウスとやり合った後じゃなければな。ジョカ殿の言う通り、引くしかないわい。オーディン、それに父の力を奪ったアレス、もはや人の手には負えない。お前たちは早く逃げろ。強がるよ。お前の分なら終えるというのか。よく言った。だがお前ならもっとできよう。違うか。ロキ殿、あなたの叶えたいことはオーディンの復活、そしてゼウスの死なのですか。まさか。そんなものは序の口にすぎない。私の願いはこの先にある。こうなっては人も神もない。今は生き延びるため力を合わせましょう。分かった。共にこの場を切り抜けるとしよう。船で逃げるなど凡人の考えそうなことだ。この私が燃やし尽くしてやろう。船をまとった怪物だと。奴ら船を燃やす気か。早く操っているものを倒さねば。船を燃やされてたまるかよ。わしが止めてやれ。撤退を邪魔されてはかなわん。
炎の怪物を吹っ飛ばそうぞ。超支流剣山。選ばれた人間に不可能はない。怪物も面白いように従ってくる。あの男が怪物を操っている。奴を撃てば怪物を止められるはずだ。へえ、おめえもなかなかのもんじゃねえか。慌ててるね。この隙に攻めさせてもらうよ。この私こそ英才の誉れ高き少式だ。その記憶に刻みつけておく。とりあえず言っとくか。はい、はい、はあ。これが父上の力。俺は主神になったのだ。正しき秩序で世の全てを支配できる。正しき秩序、父上のやり方ではいけなかったというのか。上出来だな。超支流剣山。怪物がやられたなと。役立たずが。これでは家計がならんではないか。敵将打ち取った。小賢しいまま。こうなってしまっては船での撤退は難しい。陸路から逃げるとしよう。秀吉、アテナや皆を連れて退路へ向かうぞ。承知したね。段取りは全てわしがやっちゃる。十分戦った。逃げよう。皆急いでこの戦場を離れるんじゃ。こっちのしんがりはわしが受け持つ。ではもう一方のしんがりは私にお任せ。秀吉様、どうかお気をつけください。後ろは任せたぜ秀吉。俺たちは退路を切り開く。猿目が踏ん張っておるか。海柴田が来て退路を確保してやるわ。人間を頼るのは情けないが、今は協力するしかあるまい。よくやった。だがお前ならもっとできよう。違うか。敵を逃がしては武門の恥。弁慶、二手に分かれて追撃するぞ。そうよ義経様、あっちの連中は俺がぶっ潰してくるぜ。今だ。そう簡単に逃がしてはくれぬか。敵の追撃、この高幸福が防いでやるわい。さあ相手をせい。あっちゃー、追っ手が来よったね。あの頭巾のやつ、なかなかやりそうじゃねえか。けどよ、こっから先は行かせに。浮かれるな。二段は敵ぞ。そうな気配を感じるぜ。気に食わぬな。オーディンとやらは他の観光のやつかは違うわ。俺の番だな。見事な活躍やのう、トシ。槍のまたさを名乗るだけあるわい。ここで遅れは取れねえからな。あんたの暴れっぷりもすげえぜ、郊外殿。源の九郎義経、これにあり。これが遅れを取るとは。見上げた野郎だぜお前は。やるな勝家、さすがは鬼柴田と呼ばれるだけはあるぜ。デイ、ワヌシの怪力こそ見事なものよ。だってこんな怪は前にもしたよ。人間ども、悪あがきならこの俺が直々に消してやる。
せっかくだ、私の力を見せて。ロキ、お前はアレスを演じて。はっ。オーディンたちに出てきた。できれば奴らの相手をしたくなかった。だが一体誰持ち込めれば勝機はある。一人一人囲んで倒してしまおう。天下無双の誉れ、お前のもんよ。この状況でまだ諦めない。それほど愚かなのか、それとも信念が強いのか。剣山
ままじゃ退却できんわ。戦うしかねえ。我はこの地であってこの地にあらず、世界の意志に従い世を滅ぼす者。こういうのもありだ。そうか、そうに違いないと。超子竜剣だ。今だ、食らえ。俺の番だな。逆らう相手を間違えたな。その浅はかさ、後悔させてやろう。私が終わらせてやろう。次に会う時までその命預けて。こちらは逃げ切れた。残っている者も皆助け合って撤退してほしい。よっしゃ、皆うまく撤退できたようじゃな。あとはわしらが逃げ切るだけじゃ。早くこっちへ来てくれ。みんなで生き延びるんじゃ。ようやった、戦もはかどるわ。ちょっと待て。うわ、やられちまう。小生が真の三国武将かね。の力を思い知ったわ。今後どう戦うか知恵を絞らんとな。なんとか逃げ切れたか。しかし凄まじい力じゃったわ。全ての世を滑るとか言うとったが、やつは一体どうするつもりなんじゃ。それを探りつつ対抗する手段を考える。難しいですが力を尽くすしかないでしょう。かつてわしらはオロチやヨウジャのもたらした絶望的な状況から這い上がった。今回も希望を捨てねばきっとなんとかなる。待て、今回は急を要するゆえに協力したが、お前たちはもうこれ以上オーディンやアレスに関わるな。人間は本来神に守られるべき存在。父が巻き込んでしまったことは心から謝罪する。
あとは私に任せておいてくれ。お、何か手があると。それはわしらには戦う力がある。誰かに運命を委ねてただ待つんじゃなく、自ら道を切り開きたいんじゃ。アテナ殿、よければそのために力を貸してもらえないだろうか。わかった。私は女神として人間を見守る義務がある。そしてお前たちを巻き込んだ責任もしばらくは共にやろう。うん、責任感が強いのはいいが融通が効かんな。まあいい、お前の力頼みにさせてもらうぞ。よし、うまくいったな。報告、追っ手が凄まじい勢いで迫っています。率いているのは呂布です。ああ、やっぱりそんな気はしてたんだよな。このまま追いつかれそうな予感がするぜ。そうなっては大変です。行軍の速度を上げ、なんとか振り切りましょう。